はい、委員長。立花圭一郎君。はい、質問の時間をいただきましてありがとうございます。今ほど吉家議員の方から、この加計学園の獣医学部設置認可申請に至るさまざまな、時系列のお話、また、この大学設置認可の趣旨等についてお話がありました。私の方は今の質疑を踏まえまして、具体的に、この認可申請の中で、審査されたこと、そしてまたこれから開学された後の課題になること、こういったことを順次お聞きをさせていただきたいと思います。まずこの設置認可にあたっては、教学面、まあ、学生の指導という教育の部分とですね、それからその学校の管理運営の部分と、こういったところの2点についていろいろとこう審査をするわけでありますが、教学面の認可基準の中に人材の養成等の目的が社会の養成等を十分に踏まえたものであることと、こういう項目がございます。そこで今回設置認可に至ったこの獣医学部の特色についてまずお伺いいたします。吉本高等教育局長。お答えいたします。岡山理科大学獣医学部の設置認可の申請書におきまして、この獣医学部の人材養成上の目的といたしまして、複雑な、生命現象を動物個体レベルで統合的に把握する力を身につけ、ライフサイエンス分野の研究に貢献できる研究者の養成、二つ目は、家畜越境感染症、人獣共通感染症等の拡大リスクが高まる中、国際的な貿易体制に関わる知識を有し、さらに食の安全安心に関わる分野で活躍する獣医師の養成、3番目は加齢性疾患等人に類似した疾病構造をとる伴侶動物を用いて、人や動物の新しい予防医療や医療機器開発等の分野におけるイノベーション創出に貢献できる臨床獣医師の養成などを挙げているところでございます。委員長。立花圭一郎君。そこで最初に5月に第一次審査意見というものが出ているわけでありますが、ここでは今ほどお話のあったようなこの獣医学部に対する社会的な人材需要、またこの学部が設置されます四国地域におけるこの人材に対する需要ということについての、まあ、それは大丈夫なのかという、こういう審査意見があったわけであります。これにつきまして、6月の補正申請でそこは確認をされているわけでありますが、どういうふうに確認されたのかお伺いいたします。吉本高等教育局長。お答えいたします。大学設置学校法人審議会におきます審査の過程、これは5月の第一次審査意見として表したわけでございますけれども、大学が掲げるライフサイエンス研究分野、公共獣医分野、移住連携獣医分野に即した人材需要に関する説明の根拠として、事業所アンケート調査を行いましたけれども、その3分野に即した分析が不十分であるとの審査意見が付されたものでございます。これに対しまして、大学の方から6月に提出しました補正申請書におきましては、大学が掲げる3つの分野の人材像に基づきまして、この3分野別に就職先として想定される事業所へのアンケート調査や、四国地域におけます公務員獣医師の将来的な需要動向の分析、これは主に農水省が行いました調査等を活用してますけれども、それを示しまして、人材需要の説明がなされたところでございます。これらの説明については、審議会における審査におきましても、一定の合理性がある説明があったという評価がなされたものと承知しております。委員長。立花圭一郎君。続きまして、8月に二次審査意見が出まして、そしてさまざまな是正意見というのがございました。まあ、それについていろいろ改善を施した上、今回の認可が適当という答申に至ったという、こういうことであります。その際に答申には留意事項というものが付されております。もっともこれはそれぞれの学部申請されたものにほとんど留意事項というものが付くわけでありますが、この留意事項というものはどういう趣旨であるのか、そして申請者であるこの学部側では今後どのような対応が必要になるのか、
まず原則論をお伺いいたします。吉本高等教育局長、お答えいたします。ご指摘ございました留意事項とは、設置審議会が答申を行うにあたりまして、認可を受けた者が設置計画を履行するにあたって留意すべき事項として付されるものでございます。申請者は学部等の開設後、完成年度、開設年度に入学した学生が卒業するまでの年度でございますが、その完成年度までの間、留意事項への対応状況を含めた設置計画の履行状況について文部科学省に毎年報告することが義務付けられているところでございます。立花圭一郎君。まあ、そういった一つ一つ確実に実行されることを確認されるということだと思いますが、その中でいくつか留意事項のことで、具体的にお伺いをいたします。一つはこの学生の実習の質的量的な充実を図ることという留意事項がついているわけであります。この実習がうまく適切に行われるかどうかということについてかなりのいろんなやり取りがありまして、入学定員を160人から140人に絞ったり、あるいは教員の充実を図ったり、さまざまな手立てを講じられて改善を見ているわけでありますが、この実習関係につきまして審査の過程において主たる改善点が何であって、残されたこととして何を気をつけなければいけないのかと、こういうことになったのかということについてお伺いをいたします。吉本高等教育局長。お答えいたします。加計学園の設置計画につきましては、8月の時点で実習時間数の不足や、短期集中型実習の課題など実習計画の実現可能性に関する是正意見がされたところでございます。その後、加計学園から提出され修正された申請書におきましては、必修の実習時間を増加する、5単位でございますけれども増加しまして、必要な実習時間数を確保する。さらには、実習指導にあたる教員を数多く配置し、学生への指導を充実させる。それから、個別の科目の授業内容や授業スケジュールを改善するなど、適切な対応がなされたと審議会で判断されたところでございますが、一方、総合参加型、臨床実習、これは病院で行います実習でございますけれども、定員が大きい規模でございますので、時間割の組み方を工夫しまして、同時に、実習を行う学生の数を、分散するなどにして、密度の濃い、実習を行う形に工夫するなど、実習効果を高める取り組みを求める、留意事項がされておりまして、完成、解説以降に改善を求めることが妥当であると評価がされたところでございます。はい、委員長。立花圭一郎君。付属病院において、そういった実習に、適当な数の管蓄数、そういったものを確保したりとか、また今お話しあったように具体的なそのプログラムどういうふうに進んでいくかということについては、履行状況の確認の中で、逐次行って改善を求めていくということに理解をいたしました。それから、病原体を取り扱う実験室につきましても、留意事項としては、安全に配慮した適切な運用に努めることという、こういうことが一つ書いてございます。これについても一つ具体的な内容についてどういうことに気をつけなきゃいけないのか伺います。吉本高等教育局長。お答えいたします。病原体を取り扱う施設、いわゆる BSL 施設でございますが、この BSL 施設としての適合性につきましては、設置委員会が、直接審査する役割を有しておりませんけれども、岡山理科大学獣医学部の設置計画では実習において病原体を取り扱うことが予定されておりまして、具体的には申請書類におきまして、 BSL 施設はバイオセーフティに詳しい国立研究機関の専門家及びバイオセーフティ機器施設の専門家等の意見を聞き、設計を設計していること。2番目は BSL3 施設について陰圧管理区域、待機設備等を整備し、病原体管理規定を定めることが記載されまして、法令に基づく適切な対応を行おうとしていることが確認されたところでございます。
その上で留意事項といたしまして、開設以降、上限帯を取り扱う際には、法令に基づく適切な対応を取ることが大学に求めたものと承知しております。はい、委員長。立花圭一郎君。もう一点だけお伺いをしたいんですが、この、専任教員数のこの年齢の割合が比較的高いという指摘があるわけであります。入学者が6年次を迎える完成年度と言われるわけですが、まあ、6年後に退職年齢を超える専任教員数が多いと、これこういう指摘があるわけですが、具体的に75人のこの専任教員のうち何人、どの程度がそういうことに該当していて、申請者、学部の方はどのように対応するというふうに説明をされたのか伺います。合わせてこの指摘事項については、実は今回認可がされた他の3校にも同じような指摘があるわけでありまして、これは大学設置認可の審査の中で最近割合こう出てくる指摘事項であるのかということについて確認をさせてください。吉本高等教育局長。お答えいたします。家計学園の設置計画におきまして、完成年度前に退職年齢を超える専任教員数は75人中19名が該当いたしまして、完成年度以降退職する教員の後任補充をして教育研究の継続性を担保するため、完成年度の前年度から教員採用手続きを開始する計画であると説明されているところでございます。なお同様の留意事項につきましては、先生ご指摘のとおり家計学園だけに特別にされたものではなく、教員組織全体につきまして定年年齢を超える教員の割合が一定以上の場合、これは 20% としておりますけれども、定年年齢を超える教員の割合が一定以上の場合につきましては一律に付されるものでございまして、解説以降に改善を求めるものとされているところでございます。今回におきましては家計学園のほか3校について同様の類似項が付されているところでございます。はい、委員長。立花圭一郎君。まあ、半世紀ぶりの新設ということで、まあ、限られた研究者、教員の中から選任をしていくわけですから、どうしてもこういう傾向が最初出るんだろうと。あとはやはり、うまく補充をしていくということでそれを担っていくというのは、まあ、他の大学にもあることなのかなと、このように、今聞いて感じたところであります。そして、この留意事項を踏まえて、この後この学校が適正に運営されていって質の高い教育に努めていくということは、そこで志を持って入学されてくる学生さんにとっても大変大切なことであろうと思います。先ほど吉江議員の質問に対しても理工状況調査のお話等もございましたが、具体的にこの審議会としてのモニタリングはどういうふうに行われ、それはどういった形でその理工状況について審議会として確認という作業を行っていくのか、またその際に文部科学省としての関わり方についてもお伺いをしたいと思います。事案の性質上、今後もまあ透明性ということは期待されることだと思いますので、ここについて詳細にお答えをいただきたいと思います。吉本高等教育局長。お答えいたします。学部等の開設後、完成年度までの間、設置委員会におきまして、設置計画の履行状況を調査し、留意事項への対応状況について確認しているところでございます。具体的には毎年書面によります報告を求めるほか、必要によりまして施設設備の整備状況を確認する実地調査や面接調査を行っているところでございます。調査の結果、履行状況に課題が生じている場合には、調査結果として毎年公表した上で必要な指導を行い、速やかな改善を文科省としても求めているところでございます。はい、委員長。立花圭一郎君。そういった、委員の現地派遣ということもあるということでありますし、その際当然また職員の方も一緒に行かれると、そしてまた必要があれば適時指導も行うと、こういうふうに、まあ、これはすべての大学学部の新設について同じではありましょうが、このように理解いたしました。で、国家戦略特区との関係についてもいくつかお伺いをしておきたいと思います。これは先ほどの吉江議員の質問にもありましたように、大学設置認可申請のこの審査の対象ではありませんが、構想としての段階で整合性は確認をされたと、こういうお話もございました。で、まずこの規制改革事項の中で、今回のこの特区この学部の期待されることとして、創薬プロセスにおける多様な実験動物を用いた先端ライフサイエンスの研究の推進と、そういったものの研究を推進するということが挙げられております。
まあ、教学面の審査で、どういう方が教員になるかといったことも、確認されたところでありましょうし、この大学としてこういった研究の推進に、期待できるところについてお伺いをいたします。吉本高等教育局長。お答えいたします。今回の国家戦略特区におきます獣医学部の新設につきましては、これまで国家戦略特区を所管する内閣府を中心に段階的にそのプロセスが進められてきたところでございまして、国家戦略特区のプロセスの中で、関係法令に基づきまして、関係省庁の合意のもとに、適切に進められてきたところでございます。このプロセスの中で、学校法人加計学園の獣医学部設置の構想が、先生ご指摘の追加規制改革事項に沿いまして、先端ライフサイエンス研究の推進や地域の水際対策など新たなニーズに対応するものであることが確認されまして、設置認可の申請に至ったものでございます。大学設置学校法人審議会において可とされました、設置認可申請書におきましては、創薬科学などライフサイエンスの分野の科目に対し、製薬企業等における創薬開発の経歴や医学系研究所等における先端ライフサイエンス研究に関わる研究を有する方を配置するなど、担当教員の充実が図られております。今後、本獣医学部の取り組みによりまして、実験動物の研究成果を人の治療につなぐ、いわゆるトランスレーショナルリサーチ分野で活躍できる人材が要請されることが記載されたことでございます。委員長。立花慶一郎君。もう一点、地域での感染症にかかる水際対策というのが挙げられているわけでありますが、こちらについての、この大学としての果たせるところ、期待されるところについてもお伺いをしておきます。吉本高等教育局長。お答えいたします。国家戦略特区における追加の規制改革事項におきましては、人獣共通感染症をはじめ家畜食料等を通じた感染症の発生が国際的に拡大する中、創薬プロセスにおける多様な実験動物を用いた先端ライフサイエンス研究の推進や地域での感染症にかかる水際対策など、獣医師が新たに取り組むべき分野における具体的需要に対応すると述べられているところでございます。大学設置学校法人審議会への、加計学園の設置認可申請書におきましては、国際動物疾病学や人獣共通感染症学実習などの科目に対し、感染防御分野の研究者を専門教員として配置することとされております。文部科学省としましては、今回認可されました、獣医学部におきまして教育が申請の内容のとおり確実に実施されることを期待しております。委員長。立花慶一郎君。英語をかなり用いて、教育をするということもありますし、こういったところで、国際的なそういう役割を果たす人材の育成ということを務めていただくということだと思います。でもう一つ、今度は、広島県今治市国家戦略特別区域会議構成員応募資料ということで、今年の1月12日に確認をされたものにおきまして、校舎の面積でありますけれども、約3万6000平米ということで、構想となっておったわけであります。最終的に申請書におきましては、2万5365平米になったわけでありますが、これについて問題はなかったのか、確認をさせてください。吉本高等教育局長。委員ご指摘のとおり、今年1月の加計学園の、構成員応募資料、いわゆる加計学園の構想でございますけれども、まあ、その中におきましては、校舎面積は約3万6000平米であったものが、設置認可申請書におきましては、約2万5365平米となっているところでございます。申請者に確認いたしましたところ、応募資料、加計学園の構想での応募資料でございますけれども、この中におきましては、クラブハウスなど、大学設置基準上、校舎面積に参入されていないものを含めて、3万6000平米と記載したところ、申請書におきましては、設置基準上、校舎面積に参入されているもののみの面積を記載したため、このような差異が生じているというふうに伺っております。委員長。
立花圭一郎君。それではその教育とか研究とか本来この大学が果たすべき役割の部分についての面積としてはそれも最初から予定された通りそれが確保されて問題ないとこういうことのご説明だったと理解をいたします。こういった形で国家戦略特区との関係についても、まあ、いくつかこう大きなテーマがあったわけですけれどもそういったことについていろんな確認がされているとこのように、見ましたけれども、まあ、全体として、この獣医学部が国家戦略特区のプロセスで認められてきたこととの整合性が取れているのかどうか最後に確認をしておきます。吉本高等教育局長。お答えいたします。設置審議会におきまして、かというふうな判断する等とは別に文部省としまして、国家戦略トッププロセスで、判断されました、家計学園の構想に沿って、発生後の設置認可申請書が沿っているものかどうかについて文部科学省において確認させていただいたところでございます。その上で、大臣が認可したものでございます。立花圭一郎君。あえて一通り、今回の5月3月の申請から、5月の第一次審査意見、8月の第二次審査意見、そして、留意事項、認可に至るプロセスについて、順番にその指摘されたこと、そういったことについて、一通りあえてお伺いをさせていただきました。まあ、そういう中で、この審査が、一つ一つの問題について丁寧にいろんな意見が交わされて、そしてそれぞれについて、一つ一つそういう対応が取られているというところ、それを明らかにさせていただきたかったとこういうことであります。そして、これが昨日大臣のもとに設置認可ということになったわけでありますから、今度はこの大学学部が生まれて育っていくということになります。その中では当然そこで先ほど申し上げたとおり志を持った学生さんがやってきてそこで大いに頑張っていただくということも大事でしょうし、また国家戦略特区ということでありますので、やはりこの地域に対して貢献をしていくということも大事だと思います。それは獣医学を学んだ方を人材を提供するということもありますが、もう一つ今文部科学省さんで非常に力を入れ取られる地域の拠点とセンターフォアオブコミュニティと COC という形でそれぞれ地域のこの地方創生ということもありますが、地方の活性化とかそれからその地域のこのいい意味での地の拠点ということで大学を活用していくということはあちこちで行われていることでもあります。ぜひそういった形でこのやっぱり新しい大学学部でありますが、まあ、発展をしていくということが期待されるところだとこのように思います。そこで、まあ、これは文部科学省さんとしては、そういったことについてまたいろんな補助金とかあるいはいろんな事業もお持ちでありますので、そういったものの活用もされるということも含めて、この大学についての、大臣としての、まあ、対処方針 COC としての対処方針について最後にお伺いをいたします。林文部科学大臣。今回の獣医学部につきましてはその設置にかかる構想が国家戦略特区のプロセスの中で先端ライフサイエンス研究の推進、まあ、地域の水際対策など新たなニーズに対応するものであることが確認をされまして、まあ、設置認可の申請に至ったところでございます。でこの申請書におきましてまさに今お話になったような地域封じ込め対策に基づく危機管理、感染症、食品安全に対応する国際獣医維持等の公共獣医事に関する教育研究を推進する、こういう旨が、まあ、期待されておりますとともに、まあ、四国においてですね、活躍する獣医師の供給を目的として四国入学枠も設けておるところでございます。文科省といたしましても今回認可された獣医学部における教育及び研究活動が、まあ、申請内容のとおり確実に実施されて、まあ、今お話になったセンターオブコミュニティということですが四国地区を中心としたですね、獣医師の学術的拠点となることを期待しているところでございます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。